皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日も伊藤俊幸元会長に解説をしていただきます。よろしくお願いいたします。なんか世界の軍拡競争といいますか、なんか超ハイテク兵器がどんどん、まあ、なんかみんなしのぎを削っているんですけども、のつい最近も中国が超音速兵器ですか、北朝鮮もね、この、まあ、ハイパーソニックっていうんですか、これを、まあ、作って実験をしたりとかして、アメリカもね、なんかやったなんて出てきたんですけども、これに対してじゃあ日本は、まあ、どう対処していくのかっていう議論が高まっているので、ちょっとその辺の整理といいますか、今までのミサイルディフェンスの話と、それから今いわゆる敵基地攻撃能力の話、ちょっとですね、こう頭を整理していきたいなと思うんですけども、まずちょっと最初にこの地球のどこでも攻撃できる兵器っていうんですか、あれどうなんですか、これすごい脅威になるんですか、それって本当にできるのかなと思いますけどね。だからそのいつも言うようにそのマッハ7メーターパーセック以上かな、時速、秒速 7キロパーセック以上になると、はい、第一浮遊速度っていって、ポンと打ち出すとそのまま地球の軌道に乗るんですよ、ね、とこれ半永久的に回るでしょ。だ今回 その中国のはその軌道に乗せといて、はい、そして指令によってそこからピッと狙ったところに角度を下げれば、さらにぐーっと回り込んで狙ったところにポンと当てれると、うん、こういうふうに言われてるんですね。だから本当かなと思うけどね、まあ、それは、ただまあそれを指摘してるんですね。だからこれはとんでもないと、まあ、言ってるんですよ。ただまあ、これで第一宇宙速度で出すのはだから地上100キロ以上の宇宙空間でに飛ばせばこう回るんですね、で今起きてるのはこうハイパーソニック の、まあ、この今回の地球回るのはさておきですよ、そうじゃなくてマッハ5以上のスピードで、低空を意外に低空を飛んで、そして来る、で最後後半はこうやってくねって曲がるから、ミサイル防衛使えないよねってこう言うでしょ、これ確かに今までのミサイル、弾道ミサイルに対する、弾道ミサイルというのはこう放物線で飛ぶですね、これで構えてた形では確かにつかめないんですよ、なんでかというと、弾道ミサイルというのは宇宙空間に一回打ち上げて、そこから宇宙って真空になるから、ポンと押しておけばこの慣性力で飛んでくるんですね、だからエネルギーそんな使わなくても遠く飛んでスピードバトンで突っ込んでくるから、さらに行くから、これマッハ7とかになるんですよ、距離によってね、っていうのだけど、これにはこうやって構えておけば、ここの地球は丸いけど、こんだけの高さがあるから、この上がってしばらくしたところからこのレーダーで全部ずーっと追っかけれるんですよ、ね、だからこうやってレーダーさえ高性能レーダーで向こうを見とけば、地上水平線から出てきたからずーっとこっちに来るまで全部つかめるんですね、ところが今やろうとしているそのハイパーソニック、極超音速はこれの高さの半分ぐらいなんですよ、50キロぐらいだから地球を舐めるようにして飛んでくるでしょ、低いんですね、低いんですよ、ってことはこうやって気がついた時にはもうそこなんですよ、目の前にいる、もうそこなんですよ、だからあーって思って予測もできないでしょ、でさらに後半くねって曲がるんですよ、そうすると今までのミサイル防衛の特にレーダーですよね、構えてるレーダーでは間に合わないんですよ、だからスピード的には落とせないことないんですよ、マッハ5ぐらいというのは弾道ミサイルも同じなんだけど、その気づくのが遅いというのと、最後後半うねるというので、今までのミサイル防衛でいけるのかってなるとクエスチョンと、そうですね、変えていかなくちゃいけないって、そうです、だからまずはずっとどう飛んでるかを捕捉追尾っていうんですけど、ずっとフォローできるセンサーが、目がいるでしょ、でここに出てくるのが新しく今コンステレーションという衛星ですよ、コンステレーションに、まあ、予算がついて、着々と進めとしてますけど、要するに上から見てないと低いとこ飛んでくるから、遠くでも上から見ておけば、ああ飛んで低いとこ飛んでるようがずっとレポートされるわけじゃないですか、上から目線で見える、上から目線人間上から目線よ、ミサイルをね、低いミサイルには上から目線って大事で、と衛星が上から見てるのがモニターできれば、ああ遠くのあそこから飛んできてるぞが
最初から分かるから、それこそくねってくる前に撃てば当たるじゃないですか、はい、あ、じゃあこの衛星コンステレーション日本でやるとかなりこれ貴重な研究開発になるわけですね、うん、だから今、はい、海上自衛隊は、はい、SM3 っていうでしょ、それ、はい、SM6 っていうね、はい、これを導入してるのは、これは低いのでも当たれば当たる、あの落とせるんですよ。だからセンサーさえあれば、はい、ミサイル側は用意できてる、探知ができれば、探知さえ早めに探知できて、途中でこっちを迎え撃っていけば、当てれるんですよ、はいはい、だから後半のプニってかわすのがうんぬんというよりも、うん、はい、その途中で早くから分かっていれば落とせるんですよ。だからまず必要なのはセンサーなんですね、はい、だからこの目が、宇宙に目が必要だというのが一つ、これから、ミサイル防衛上必要になってくる概念で、今までのようにこちらで構えてこうやって見とけばいい時代じゃなくなっちゃったんですよ。こう宇宙空間に飛んでくる、ね、放物線のものはそれで OK だけど、そうじゃなくなったから、だからこれがまず一つなんですね、はい、でそうすると、じゃあこのミサイルのセンサーが揃うまでどうするのってことでしょ。そうですよね、すぐできるわけじゃないですから。そうすると、それまでの間の抑止力、相手が撃とうという気にさせないのはどうするかっていうと、やっぱり日本も一定の打撃力を持たないと、要するにもうずっとね、ご指摘の通り矛盾で言うと、日本は盾でアメリカが矛で、要するにこれを僕らは打撃力って言って、打撃力はアメリカに依存し、こちらは守る人と、うん、まあ、来ても敵を排除するという概念だけで、ほんまにええんかと、要するにその撃って持ってもミサイル飛ばすんだから、はい、だから撃ったらあんたの基地も壊すねって言わないと、抑止にならない、抑止にならない、これは一定の打撃力、だから今までは打撃力を考えてこなかった、自衛隊防衛省だったけど、いやいや一定の打撃力を持たなきゃダメよね、うん、はい、特にこの相手の土地でしょ、これ今までないんですよ日本の概念には。そうです ね、うん、だから初めて相手の撃ってきた基地を叩くという能力も、うん、はい、いわゆるミサイル防衛の一部なんですよ、防衛としてこれも付与すべきでしょ、うん、という、これがだからもう一個の手なんですね、はいはい、だから、まあ、ある意味だから韓国がやってる、前いつも言う三軸、そうなんですよ、あれが正しいありようなんですよ。本当は韓国、本当はというかですね、実はすごくしっかりとその辺はやってるんですよね、うう、まあ、戦争はねまだね、まあ、してる国ではあるんですけど、だから見る彼らもだから衛星で、はい、まあ、短いけどそれを早く兆候をつかんで、はい、それは先制攻撃するためなんですけどね、うん、というセンサーがあって、飛んできたものを落とすためのミサイル防衛確保板と、それと撃つなら全部お前も死ぬぜと言って大量報復する、はい、大量反するというこの3本軸があるんだけど、キルチェーンとね呼ばれてる、これがだから一定一個の一つの概念なんですね、キルチェーンはそれじゃなくて、キルチェーンはここだけなんですよ。あ、先制攻撃のことがキルチェーン、先制攻撃のことでキルチェーンって言うんですよ、はい、ごめんなさい、ね、でミサイル防衛 と、はい、ミサイル防衛と大量報復の3つなんだけど、ね、これがある意味一つの思考過程なんですね、はい、ミサイル防衛の、はい、だから日本はその中の大量報復はできない、はい、だからミサイル防衛を持ってる、じゃあこの最初のセンサーはどうかというと、このミサイル防衛の中だけでセンサー持とうとしたけど、はいはい、そうじゃないでしょと、ね、先制攻撃はしないけど、はい、少なくとも早く場合と、はい、あるいは途中の低いものも分かるように必要だから、はい、このセンサーがいるよねと、というこの軸形を作ろうとしているのが、はい、本来のミサイル防衛の絵柄なんですよ、はい、でもどうしても日本はミサイル防衛防衛って言って飛んでくるものを落とすだけだから、ここで構えてこうやってっていう、ここに一点に集中しちゃってるから、確かにその韓国がその三軸でやっているにもかかわらず、なんか日本人これ貧乏症なんですかねこうなんか、いやこれ買ったらもうこれは諦めるわみたいな、そうそうそう、ミサイルディフェンスにお金がかかるからこっちはもうダメでしょみたいな考え方がちょっとあるかもしれないですね。逆なんですよね、はい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 、どんどん重層的っていう ね、 そうですね、にするんでしないと、軍事なんて一枚でなんかね、気合かみたいな世界でしょ。それでよくですね、もうイージス・アショアじゃやめた方がいいんじゃないかとかってこれやるならとかって言いますよね、うん、そういうわけじゃないんですね。違うんですよ、はい、ね、こう重ね合わせとかないと、はいはいはい、1枚だけで ね、 そうですね、それじゃ抜けたらどうするのって話でしょはい、はい、だからその全部
高校だから少なくとも安心安全が保たれるということに他ならないんですね。ね、韓国もその三軸というのをやってるんだから。韓国ですらね。いやいや、そこまでは言わないですけど、まあ、防衛だから防衛費なんですよ。そうそう、だからそれを見習えば日本だってその三軸なり何軸か分かんないですけど、考え方があってもいいのに、なんかどれか一つみたいな。でメディアではどうしてもこの一個だけがバーンバーン出て、ミサイル敵基地攻撃いいのかみたいな、そうですね。いやだからなんかどれか選んで、それも戦争したいんかなるじゃないですか。そこばっかり言うと、なんか一つ選んでくださいみたいになりますよね。はい、だからミサイル飛んでくるでしょと、で現実に狙ってるでしょと、だったらそこにはこういう三段重ねの考えがありますよって言わないかんのに、だからまあ最後の大量反撃はなかなか難しい。そうなれば2枚看板ぐらいは持たないと。で3番目の大量報復というのはおそらくこれからアメリカが日本にも求めてくるであろう中距離ミサイルを置くということですよ。そうですよね。じゃあ日本が自国で報復能力を持たなくても、アメリカのその今回ね、中距離のミサイル配備というものがもし受け入れられれば、ある意味三軸が完成する、まあ、完成するってことですよね。そうです、まあ、しかも非常にリーズナブルなという言い方がいいかどうか分からないですけども、まあね、またただ乗り方で、ね、ちょっと言われそうですけども、うん、できますもんね。だから、まあ、本当そういうちゃんとした議論をしなきゃいけないんで、ね、はい、トータルで、はいはい、なんでこう一個一個の話で DNATUK とかなんだろう、こう TBB というまあ原稿は字数が限られてるし、テレビはあの時間も限られてるから、その1個のイシューしかやらないからですかね。まあね、まあ、ミリタリーは当たり前にこう、はい、ね、かぶせるわけですよ、重層構造で、ね、はいはい、だけどなんか右か左か100か0かみたいな、あとやっぱり貧乏症ですよね。お金がかかるみたいな、そういうのもあるかもしれない、ね、もう今ね、これ 2% もねあるかもなんていう話が、うん、まあ、現実的になってきてますけど、じゃあね、本当にそのお金あるのかとか、うん、どっから出すんでしょう、だからよくあの金原さんが言うんだけど、日本の予算100兆円のうちね、80兆はいわゆる社会保障だと、これだって誰も触れないでしょと、あとの20兆で5兆が今日本、ね、はい、自衛隊で、あとの15兆が文科だとか経済支援とかっていくでしょと、だからあと5兆円増やすって言ったら社会保障崩すしかないんですよ、それみんな、いやいやって言うでしょ。まあ絶対説得できないですよね、これを。じゃあ選挙ってそのこと言うかって言ったらできないですよ、ね、うん、だこれ唯一言ってるの、だからあれですよ、あ、維新、維新がね、社会保障費もそういう話もね、あの触らないといけないと、随分ね、つっこの話もされてますよね、ある構造改革をしてね、はい、他はみんな30兆の補正を立てますとか言ってどっから出すんやみたいな、ね、耳障りのいいね話になりますからね、うん、から本当はそういった構造改革をして、それで社会保障全体のもメスを入れてじゃないと、そう簡単にやっぱ10兆円の防衛費ってできないんですよね。バナナの叩き売りじゃないんで、いきなりね 2% って言ってどっから出てくるってわけではないですからね、10兆円どころかさって30兆で、コロナ対策しますって言ったでしょ。そうですよ、どっから出てくるんだろうと思いますよね、これ。そりゃやっぱりね、でもまあそういう意味ではミサイルディフェンスって一番お金がかかるところですよね。どういうことですか。だからある意味本当にその懲罰的抑止力を持つ方が、ね、むしろね安らがりなんですけどね、うん、だからそこが安倍総理はずっと言ってるわけですよ、はいはい、だから特にさっき言ったようにその衛星コンステレーションとかなんとかで、今までの枠じゃ無理だとするならば余計につける、はい、だったら先に叩けると、はい、叩くということを、まあ、ある意味実際にもやらせながら宣言すれば、それで大きなミサイル防衛の一部になるわけです、はい、ミサイル抑止になるわけですね、だからそれがいいんじゃないかって言ったんだけど、まあ、菅さんは何もしないみたいなでこの1年間が終わっちゃったんですけどね。だから防衛の概念から言ったら、ここから来たからここを叩くはこれ完全に自衛権の範疇なんですよ、はいはい、その何政府答弁で座して死を待つの以前に、国際常識としてこれ完全に自衛権です、はい、ね、だからよくあのガザと
イスラエルのね、パレスチナとイスラエルですね。あの時もそうでしょ、あの時バーンと撃たれて、はい、イスラエルがバーンと打ち返したらまさに自衛権を、ね、発動して、だから世界はあれはイスラエルは自衛権を行使したんだって言うけど、はい、日本の報道はガザでこんなに子供が犠牲になったとか、子供が犠牲になったって言ってるけど、いやいや真面目に議論しましょう、はいはいはい、だからわざと巻き込ませてんだから、わざわざね、うん、それを世界に PR するためのあのそれにまんまとこう乗っている日本の報道っていうね、うん、です国連ではみんなもあれは自衛権の発動だと言ってるのに、国連無視ですもんね、うん、好きですよね国連無視するの日本って国連が好きな割にはなんか無視する、うん、ああいうのは無視するでしょいやそんなものはイスラエルが悪いんだよ、ね、はいはい、好きですよね本当なんかその感情に訴えるようなね、うことばっかり、ね、怖い怖い怖いって言って、だから守りましょうって、それは嫌だって言ってね、もう支離滅裂ですよね、はっきり言ってめちゃくちゃですよね、もうちょっと一気通貫したさ、考えていこうよって言いたくなるよね。でももう日米首脳会談でですね、日本もその、まあ、防衛力を高めていくと、うん、まあ、言っても、伊藤さんいつもおっしゃいますけど、ああいうふうにもう総理は言っているわけだから、日本もこの、まあ、今までの その盾と矛とかっていう話もありましたけど、その辺の考え方ももう転換していく時期なんじゃないかっていうことを伊藤さんいつもおっしゃってますよね、はい、だからね、アメリカから見ても、うん、これもね、安倍総理がよくおっしゃるらしいんだけど、いやだから日本をやられそうだと、でそれで三沢からね、じゃあ相手をやっつけに行くぞというふうにアメリカ軍が飛んでいくときに、はい、航空自衛隊が行ってらっしゃいってね、いやいや日本を守るために行くのに、いってらっしゃい、僕は守っとくからっていうので成り立つかと、はい、ね、そらここにいるあの三沢のアメリカ軍のやつがお前なんやねんってなるでしょ、そうです、ね、分かった俺も一緒に行くって言わないかもですよ、でそこだと海上自衛隊はそのつもりだから、だから7艦隊と一緒に動くわけですよ、はい、航空自衛隊は今のところね、いや行ってらっしゃい僕はこっち守ってるからって矛と盾って言うけど、いやいやいやとね、誰のために矛に行くのっていうのだったら僕はもう一緒に行くでしょと、はいはい、ね、こういうことをもう真面目に考えなきゃいけない時代になってて、これに対してね文句を言う人いないですよ、あいわゆるイデオロギーの世界じゃなくなってきてるから、はい、その今から20年前とかね、中国にとか言ったらもう口が裂けてめっちゃダメみたいな時代だったけど、もう中大戦争は絶対起きるという前提で考えなきゃダメに決まってるんですし、その結果日本にミサイルが飛んでくるかもしれないというのも増え、はい、ね、高まるなら、じゃあそこにどう構えるか、うん、ね、それをいかに抑え込むかと、やらせないようにするかっていうのを考えるならば、日本もやっぱり自分でも矛、はい、攻撃力打撃力というものも一緒にやるということを言うのは当たり前のことなんですけどね、これもいわゆるオリエン、あのディフェンスなんですよ、これディフェンスの一部、自衛権の一部ですからね、はいはい、なんか専守防衛というと来るまでは何もしないみたいなんだけど、そうじゃないんですよね、今までの、まあ、国家のやり取りなんかではその、まあ、ちょっとこう足の長いあの航空機であったりとか、まあ、ミサイルであったりとか、そういうものはその専守防衛に反するという解釈でやってきたんだけれども、まあ、そのあたりももう積極的に防衛力整備に反映させていかないといけないということになりますかね、はい、アメリカはそれでも OK ってことなんですけど、アメリカが嫌がるっていう説も ね、 ね、 ないね、それもないですね、もうだからもう一緒にやりましょう、そうですよね、特に台湾の平和と安寧をするというものを初めて明言したでしょ、はい、日米が、はい、ということはあそこに関わりますと日本は言ったわけですよ、そのに関わるけど、いや盾だけやるからってだって離れてるから、ここ台湾と中台ね、ここで立てて何を立てするの、ここに関わるなら行かないかんわけですよまあ尖閣もありますから ね、 そ、 うね、そこにはねすぐ近くにあるわけですし、行かないかんでしょ、で隣に与那国だしね、もうジャパンディフェンスですよこれ、いつ、まあ、この番組ではねそういう話ってよくしてるんですけど、じゃあどこがそれを今検討をやっぱり NSC とかで、まあ、どんどんこれ進めてると考えていいですかね、だから、うん、だから、はい、いつもはやっぱりシビリアンコントロールだから、そういう何政治が意思を出さないのに勝手にやるのはね、これ勝手にやるとまたね、また問題になっちゃいますから、まあ、問題並んでも本当はいいんだけど、まあ、本当はいいんですけど、ね、問題になる今までの日本というのもあったし、はい、それとアメリカと協議できなかったのね、あ、はいはい、ね、やっぱりジャパン、もう日本を守るしかなかった、ジャパンディフェンスで考える議論しかなかったんだけど、
あれを一緒にやると一緒に宣言したんですよね、うん、もうあの時点からスタートしてるわけですよね。そうということはあのハワイの米軍と、はい、だったら何が一緒に台湾の平和に関与できるかという議論は当然始めてるんじゃないの。今まさにそれが白熱しててもいいぐらいのじゃあタイムスケジュールですよね。あそこから考えるとじゃあどうやって一緒に動くというそれこそ作戦計画をね、うん、一緒に考えようじゃないかとか僕は当然やってると思うけどね。とてのことはだって何のためのあの4月のねあの共同宣言なのって日本はね選挙があったり政権まあね総理が変わったりとかまあいろんなガタガタしてますけどそれはそれで本来はやっておかなければいけないはず。絶対別に選挙関係ないんだから。ですよね。なんとなく、まあ、アメリカも安全保障戦略をあの作るって言ってるからそれを待ってるのかそれとも一緒に今、うん、だけどそれを待つがゆえに、今どういうことを考えているのっていうのは当然事前の打診なり議論をやるんですよ、まあ、私がだから大使館にいた時の感覚で言うと、まあ、そういう時はもう特にやってますよ。でどんな方向で行くのと。で日本は今こういうことできるけどあなたたちは何がどこまで行こうとしてるのっていうのは当然やってて、うんはい、その通りのものが出てきて できた時にはパパンと出すんですよ。だからガイドラインの時もそうだし、ねはい、うん、いやちょっとこれからまたそういうのがいろいろ出てくるかもしれないですね。ニュースがですね、はい、また解説お願いします。ありがとうございました。官僚機構に統治能力がなくなっているシンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党だと官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか。政府に命令されて縛られたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考えみんなに広め実現していき豊かで強い国を作らなければならない。